ティアラチャンネル。ジョヒョペンさんね。ジョヒョペン。ジョヒョペンさんかな、はい。おめでとうございます。質問です。はい。皆さんの憧れにしている人は誰ですか。これからも頑張ってください。ありがとうございます。アリサが憧れの芸能人さんは、ですね、森泉さんと藤田ニコルさん。ああ、かわいいよね。じゃあ私は女優の永野芽郁さんです。ああ、永野芽郁ちゃん。元ニコラモデル。ニコラで分かった。ねねはアリサちゃんと同じで藤田ニコルさんです。なんかテンション高めだし、うん、なんか可愛い行動が可愛い。リンもねねちゃんとアリサちゃんと一緒で藤田ニコルさんです。マイカも藤田ニコルさんとネオちゃんです。ああやっぱりリナは石原さとみさん。ああ綺麗、うん、そう可愛いよね。めっちゃ綺麗、演技もすごいし。あ、言いたかった。はい、次、吉田美香さん、はい、アクセサリーの収納方法を教えてください、はい、これはね、なんかたくさん持ってそうなねねさんにお伺いしたいなと思ってます。ねね、アクセサリーの収納方法。ねねはなんか今日持ってきてるんですけど、なんかポーチ入れがあって、なんか2個プチの付録で2個プチの付録で、なんか紫ティッシュポーチみたいなのあったやん。それの中に なんか100均で買ったちっちゃい袋、ジップロックじゃないけどジップロックのちっちゃい版の透明のやつとかに、あのアクセサリーイヤリングとか入れて、その中にポーチの中に入れたりしたら、なんかイヤリングとかなんかそのままポーチとかにバンって入れてたら、なんかパサパサっていうか絡まってから取れんくなるけん、そうしてます。あ、でもあれさ、あの家の中で収納する方法知ってます？あ、そう、うちなんかないよ。ネットにイヤリングをコルクボード、そうそれでカチカチってかけていって、で、自分の部屋の棚とかに、壁にこうやってそのフックを刺して、ネットをこうやってガシャってかける。ブスブスガチャ。ののりんさん、おめでとうございます。質問です。アリサへ、アリサちゃんへ、はい、あだ名は何ですか。そして何のシャンプーしてますか。ということです。アリサはあだ名はアリサって、アリサじゃない、アリとアリリンです。アリアリー、アリーとアリリ、なんか海外の人みたい。うん、使ってるシャンプーはイチカメです。次、ねねちゃんへって書いてある。ねねちゃんへ、イヤリングは何個持っていますか。これからもティアラチャンネル応援しています。イヤリング採用してくれたら嬉しいです。本当に大好きです、ということです。ありがとうございます。イヤリング数えたことないな。10個ぐらい10個ぐらい持ってるっていうことね。はい。次、横山理恵さん、はい、みんなの誕生日を教えてほしいです。ゆな、はい、ちゃんへ変顔してください。はい、ちょきっと期待に応えてくれるはずということです。はい、ゆなちゃん、アップ、ゆなちゃんの変顔まで。みんな誕生日を一人ずつどうぞ。あ、いいよ。はい、アリサの誕生日は3月28日です。私はリーナで言いやすく、なんか2月7日なんで、そっからなんかずっと言ってたらリーナみたいな感じで覚えやすい。なあ、なあでわかるけど。そう、リーナ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 、そういうことね。2月7日ね。そう、リーナはめっちゃ覚えやすいよ。3月3日の日の祭りで、海の日ね。違うし。リーナ誕生日は1月の12日です。惜しい。あと1日早かったらポッキーの日やったね。あ、ほんとだ。マイカの誕生日は2月28日です。おお、りんちゃんの12日と一緒で7月12日です。みんなへ変顔してください。はい、アップアップ。はい、さあ、ではゆなちゃんの変顔まで3、2、1、どうぞ。あ、これもできる。
かわいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次、最近見始めました。はい、ありがとうございます。かわいいみんなが目標ですと。2000人おめでとう。チャンネル登録したよ。ティアラチャンネルの名前の由来は何ですか？教えてくれたら嬉しいです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。まあ、ティアラチャンネルのね、由来はまあ俺が決めたんですけど、まあ一人一人が主役で、あの王冠わかる、ティアラ、そう、みんなが主役で可愛いということでつけました。みんな違って可愛いということです。違って可愛い、いい言葉。でもティアラはさ、キラキラして可愛いしね。そう、女の子っぽい。そう、輝いてるね、感じ。いい話。いい話。いい話。はい、次、ミルクマイさん、踊って。まゆかまゆかさん、何年生？まあ、何年生っていうのは答えたね。手紙はどこに送ればいいんですか？大好きです。いつも見てるよ。ありがとうございます。そうね、手紙を送りたいっていうちょっとコメントが増えてきたので、手紙を送れる場所をね、発表します。作ろうかなと思ってます。なので、もう少しお待ちください。お待ちください。嬉しいね。みんなに対して手紙くれるんだって。いっぱい書いて。サンレターください。待ってる間に。だそうです。次、さき竹原さん、いつも見ています。私たちも見てるよ。 ASMR さん、ASMR アイリさん、アイリさん好きな食べ物とかありますか？あるよ。じゃあねね、あー、もちろんイチゴですよ。もちろん甘王ですよ。高級品やないかい。甘王のさ、名前の由来知ってる？あ、甘い、ま、まか、まか、ま、お、お、おぎ、う、うまい、うまいですよ、おい。いちごピューって言ったから、うどこピュー。じゃあ、はい、じゃあゆな、なんかありますか？好きなんだポテト。あー、美味しいね。いつも食べてるね。美味しい。そうなの？マックのポテト。はい、マック行ったら必ず食べる。はい、アリサ。はい、はい、アリサが好きなことはアイスクリームとグミと、グミとパンケーキとワッフル。女子力高い。女子力高い。大丈夫ですか？え、なに、いちごパフェが好き。あ、はい、次、みくみくさん、アリサちゃん好き。ありがとう。戸田家さん、モデルさんで誰が好き？答えてくれたら嬉しいです。うん、私は藤田ニコルさんとクロちゃんです。クロちゃんこと黒坂里奈ちゃんです。あ、あと高田凛ちゃんです。はい、私はニコプチモデルの高田凛さんと林美愛ちゃんが好きです。ガキあるの忘れてた。読みを忘れてた。そう、ニコプチモデルさんの特に凛ちゃん、あ、凛ちゃんこと高田凛ちゃん。凛は藤田ニコルさんと林美愛ちゃんとクロちゃんです。うん、かわいい。マイカは藤田ニコルさんとホッペティモデルのネオちゃんとクロちゃんとリンちゃんです。はい。ユナは林メアリちゃんとあとコちゃん、コトカちゃん、うん、コちゃん、コトコトカちゃん、コちゃん、コト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 カちゃん好きです。かわいいよね。うん、かわいい。次、最後の質問です。はい、はい、トワイスラブさんから、はい、コラボしてみたい YouTuber さんは誰ですか？あと、どのファッション雑誌が好きですか？はい、コラボした YouTuber さんはヒカキンさん、セイキンさん、ボンボン TV さんとユーポンさん。ああ、あとたくさんネオちゃんです。あと、はい、できるかな、わかんない。できるよね。いつかできる。いきます。ペコチャンネルさんです。ペコちゃんと、ああ、コラボしたいです。あるね、見たことある。ずっと見られちゃう。雑誌、好きな雑誌はニコプチとニコラ。
です。はい。私は、コラボしたい YouTuber さんは、はじめしゃちょーさん、ヒカキンさん、ボンボン TV さんです。で、いつも読んでいる雑誌は、ニコプチとニコラで、あ、です。です。です。ねねがコラボしたいユーチューバーさんはねおちゃん、ゆんちゃん、ほのかさん、あとかんあきちゃんさん、かんあきちゃんと、あといろいろな人ですね。モデルさん、ニコルちゃんとか、ユーチューバーさんじゃないけど芸能人、あ、クロちゃんとコラボした、あーメル TV さんとやってたね。で、好きな雑誌はニコプチさんとニコラさんです。おー、リンはリナちゃんとほぼ一緒で、はじめしゃちょーさんとヒカキンさんとボンボン TV さんで、読んでいる雑誌はニコプチとニコラです。みんなでマイカはコラボしてみたい YouTuber さんはほのかさん、ねおちゃん、ゆんちゃん、あとフィッシャーズさん、うん、あとボンボー TV さん、あとはニコ、うん、ニコ、ニコ、あ、ニコラさんの YouTuber、うん、みんなとコラボしてみたいかな。で、うん、好きな雑誌はポップティーン、うん、とニコラ、ニコプチです。ユナ、うん、も、あ、ユナも、ディナちゃんとかリンちゃんとかマイカちゃんとか似てて、フィッシャーズさん、ヒカキンさん、セイキンさん、ボンボン TV さん、ワンディアードユーボーさん、うん、とか、などいろいろで、好きな雑誌はニコラ、ニコプチです。うん、やっぱりね。以上です。ということで、質問コーナーをしました。たくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張っていくので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録してほしい。